プラットフォーム港本駅は、大阪府東大阪市荒本北2丁目にある、近畿日本鉄道京阪奈線の駅。駅番号は C24。副駅名は、東大阪市役所前。1986年、近鉄東大阪線の開通と同時に開業。1990年の国際下と緑の博覧会の際には、当駅から会場までシャトルバスが運行されていた。2006年の近鉄京阪奈線の開業の際、東大阪線部分も含め京阪奈線に名称が統一され、東大阪の名称が路線名から消えたことから、市役所最寄りである当駅の東大阪駅への改称を近鉄の負担で行うよう求める意見が一部の東大阪市議から出たが、実現には至っていない。島式一面2000ホームを持つ半地下駅。改札、コンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は1箇所のみ。なお、ホームにはワンマン運転支援用のホームセンサーが設けられている。生駒駅管理の有人駅で、PiTaPa ICOCA対応の自動改札機及び自動精算機が設置されている。定期券、特急券は自動発売機で即時購入が可能。2018年11月13日における1日、乗降人員は 16,277 人である。近年の1日乗降、乗車人員は以下の通り。ありがとうございます。